ジョバ姿のアレクサンダル王。アレクサンダル一世は、カラジョルジェビッチ家のセルビア人、クロアチア人、スロベニア人国国王、後ユーゴスラビア王。アレクサンダル一世の肖像が刻印された、コインモンテネグロの首都、セキニエに、ベータル一世の次男として生まれ、1909年に、兄のジョルジェが廃着されたため、新たな王太子となった。1921年、アレクサンダルは、 セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の王位を継承し、セルビア人の先制体制を築いて、クロアチア人の激しい反発を招いた。こうした、クロアチアの抵抗運動を抑えるため、アレクサンダル一世はさらに、セルビア人の先制権力を強化した。1928年6月20日の1928年に海内暗殺事件をきっかけに、 民族対立により議会が機能しなくなると1929年1月6日にこの政治危機を理由としてクーデターを観光独裁政治を敷き10月3日に国名をユーゴスラビア王国と改めた国土は直轄市であるベオグラードと民族分布ではなく分水嶺などの地形により境界を定めた9つの州に分割され州名には 民族名や地域名ではなくその州の主要河川から命名された。これによりクロアチア人はさらに体制への反感を強めた。1934年10月9日、マルセイユを訪問したアレクサンダル一世はフランス外相ルイ・バルトゥーと面会したが、この場に潜伏していた狙撃手ブラド・チェルノセムスキーにより、バルトゥーと共に乗車していた車内で暗殺された。 この犯行の黒幕は、クロアチアの民族主義団体ウスタ社であったとも、バルダルマケドニアのブルガリアへの帰属を求める、ブルガリアマケドニアの民族主義団体内部、マケドニア革命組織のあったとも言われるが、真相は現在でも不明である。アレクサンダルイッセイの死後、こうした、クロアチア人に対する過剰な抑圧政策は放棄され、クロアチア人の自治権を、 ある程度認める方向へと転換していったが、それでも、民族問題の解決には至らず、セルビア人とクロアチア人との対立が自由主義と、全体主義との対立と複雑に絡み合って、第二次世界大戦へと突入していくことになる。メディアを再生する暗殺事件を報じるニュース映画。ありがとうございます。